あいろかチャンネル。さあやってきましたよ、熊本城で会おう2日目です。もう昨日ほんと疲れてですね明日も行くとは言いながらですね、正直朝起きた時はどうしようかなと思っちゃってキートさんが「どうします?」って「いや行くですよ」って楽しみましょう。さあ着きましたよ、城西園。はい、昨日はですねカメラのバッテリーが本気でなくて何もできなかったんで痛恨のミスです今日はですねがっつり撮っていきたいなと。やっぱ日曜日ですね、多いですね。あエルちゃん、お父さんお市場面白かったね。え、これからどこ行くの？昨日行けなかったジブリ展。お、本当に？うん、え、本当に？うん、やったー、行こう。うん、行ってらっしゃい。絶対やこいつの絶対行く気ないもん。行かんよ。行けよ。だってジブリ展は今日で終わりじゃないでしょ。わからんよ、明日で終わりかもしれんじゃん。いや、明日行こうよ。明日仕事じゃん。電話してちょっと熱があるって言っとけ。絶対通じらんって。今城西園の方で小倉城見てきましたけど、はい、どうだったっすか？いいよ、面白いもん。まあ正確には昨日も見たんですけど俺のに惜しい今日はちょっと一歩踏み込んでみて写真撮ってくださいって。ああ言ったね。はい、撮ったね。撮りましたね。さあまさかの固い握手までしてていやー感動しました天守閣の方行きます。昨日疲れたもんね。ただそれがね、昨日は南口からしか行けなかったんですよ、うん、今日はね、うん、こっち北口から入れるんですよ昨日入れなかったな。そう、今日だったらこっち簡単に行けた昨日より多いっすかね。多いのかな。秋田には秋田ふるさと、やっぱ日曜日って感じですかね。こちらで我々は次回第3日曜日にな、ちょっとブース回りますか。エルちゃん、お、なんか買った？買いました。何買ったの？信州上田おもてなし武道会10周年記念。昨日が首かけてる。伊達武将隊だよね。ね、なるほどなるほど。で俺がですね今背中直しちゃってるんですけど、またお市場の方に顔出しまして、旅なるものを購入しました。で大将がいたんですよ声かけてみたらですね、写真快く撮ってもらえて一緒に撮りましたいやーよかったエルちゃん、生きとし生けるもの、そして戦で失われしすべての御霊をあまねく平和と安寧に導かんがため、三千と輝く黄金浄土を築き上げ、我が名は清原の清平、欧州の覇者である。優秀、つらい時こそ下向くっちゃいかんがね。前向いて笑ってどうよ。この秀吉が昨日とパーッと明るくしたのがいい。わしは太閤豊臣秀吉や。はあ、皆者、勝利の前祝いじゃ、勝ち時を言おう。はあ、直哉と共に集まるし皆々、そして肥後熊本のさらなる発展を祈って。しくしやそれえいえいああえいえいああえいえいああ彼らはここによみがえる。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。一心に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここによみがえる。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋をもてなしにしなさい。はい。初めてタマと出会った忠興はその美しすぎる美貌にもう速攻で一目惚れしたのでございました。なあ。そう可愛い。マジこれマジめちゃくちゃ可愛いんですけど。シンプルに超ラッキーなんですけど。なんかめっちゃ見てくるんですけど。やったー。おいみんなよ、わしの妻みんなよ、殺すぞ殺すぞ。改めて皆の衆こたびは。この熊本城で会おうもののふの地下2023にようこそお越しくださった。わしが黒田官兵衛じゃ。福岡藩ハント様でございます。まさか初日あの者が地元に帰ったということで、まさか2日目わしがこの場を務めるとは思わなんだ。ありがとうございます。よき戦であったぞ。はい、それでは泣きの1回でございますので参ります。おい1人目2人目3人目3人目4人目5人目5人目6人目6人目6人目7人目初めての者たちも、皆様よりも後ろの者も本当にありがとうさん。じゃあもういいもういい、ステイホームホームホーム。よいしょ、わしら今何のために考えたと思ってる。お主たちのためだ。ハウスエルちゃんモノノフ引退ということで断髪式を執り行う。本日ハサミを入れていただきまする代表の皆様、壇上へお願い申し上げまする。モノノフが髪を落とすということでござります。いやいや、指ポキポキとかする必要ないからハサミ入れるだけ。いやいやいや、なんでそうなんかこうやっとるのハサミ使ってください。競技違うじゃん。こんなが引きちぎるとかじゃない。虫に取るわけじゃないんです。いや、清平様にハサミを入れていただきます。お願い申し上げます。思い切って言っちゃってくださりません。いつも官兵衛殿のお姿に勇気と力をいただいておりました。これまで誠にありがとうございました。ありがとうございました。辛い時、苦しい時、なぜか清正殿の顔が思い浮かぶんでございます。同じ10周年の隊としてだけではなく、清正殿はいつも私の目標であり友であると思っておりました。これまで本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして伊達政宗様、お願い申し上げます。初めて熊本城をもてなし武将隊におった時、官兵衛様によく似た福島正則というよく言われます。舞台上で初めて会って一言も言葉は交わさずに、なぜかわしはこういう手を出した。これで仲良くなったんじゃな。それと当時はバチバチしておったの。伊達がどれほどのものぞ、熊本いかほどのものじゃと天下一武将隊決定戦でも争うた。あの時怪我をされてな。そうじゃ立てなかった。その分場所を挙げて熊本城の皆様が演舞をなされた。団結力の強い良き隊じゃ。官兵衛殿、ありがとうござった。ありがとうございます。戦国の世の若輩者なれば見送るのはささめか。清正殿には国を思う心、民を思う心、もてなしの心、深く多くを学んだ。心は共にあるのじゃろう。また熊本城で会おうぞ。あ、よかった。ありがとう。続きまして直江兼次様、お願い申し上げまする。誕生初めて一生喋ったのは細川殿の茶会の時だった。ああ、そうですな。初めてのものちかではないでしょうか。わしが参陣した初めてのものちか、右も左も分からなくて、茶会の作法も不作法なわしの横に来て、お菓子全部食っていいんですよって言ったの私じゃない。もう楽しむことが一番でございました。裏でも前でもいつも優しくて、みんなその笑顔が好きで、ありがとう。ありがとうございました。頑張って。ああ。米沢の雪の空で待ったろう。そうじゃな。なあ。さっきちょっと言い過ぎじゃよ、お主。バカめ。日の元からモノルが一人消えるのを。楽しみじゃ。ありがとうござった。ありがとう。真田幸村様、お願い申し上げます。いや、そう、はい、葬式みたいになってる。でもこれ葬式でしょう。やめよやめよ、そういう雰囲気作るの。大丈夫だ、うん、先ほどの天守閣演舞、私は昨年5年かったゆえ初めて共に踊れて嬉しく、やはり官兵衛殿はそうじゃそうじゃ福島殿やったし。そうですよ、付き合い長いな。でもありゃ軍師官兵衛の時怪我されましたな。じゃが肥後の方々はあなたを待たれたのはすごいなと思って、やっぱあなたの人柄かなと思いましたが、いや踊れたことを誇りに思いまする。あと博多の吹き屋行こう。あ一緒に行こう。またローカルな地元の方をお疲れ様でございます。お好み焼き一緒食べましょう。ありがとうございます。出発するっちゅったの。いや、武将から見てかっこいいと思う武将はやっぱ清正公かなと思っておりまして、佇む姿がかっこいい。私はいつも黒ひょうやな、黒いひょうやなと思って、それぐらいかっこよさ、触らんようなことかっこよさすごい獣がおるなという感じがいたしまして。ひょうでよくないか。はい、黒ひょう、黒つけんでもよかったんだ。黒ひょう。ただ熊本地震の際に連絡した際にいろいろやり取りさせていただいて、やはりああこのひごを背負っておられる方々やなというふうに思っておりました。で、やはり舞台上も何人かもまだ共に10年間戦ってきた方々もおられますが、1人2人ここに天に帰れることをとても寂しく思いまするが、末永くご健康でまた会いましょう。お疲れ様でございます。ありがとうござった。ちょっとどれぐらいあといやいや、残しとったよ。あとまだ半分以上あるからまだ十分ござります。なくなったらここがござりますのでご心配なく。葬式ムードをやめろと言われましたので元気に参りましょう。はい、よろしく。それでは成田長近様、お願い申し上げまする。はい元気な返事でございます。ありがとうございます。初めて目の前に髪の毛が落ちてきました。官兵衛さん、はい、渋いところが私と似ていると思ってました。いやーもうわしもずっと感じておりましたぞ。共感しておりました。ただそんな官兵衛さんに私謝らないといけないことがありまして、官兵衛さん大河ドラマになっていましたよね。はいよ。その時に私海外遠征行ったことがあるんです。で海外遠征行くと大河ドラマって世界で流されているので、侍が海外行くと「お、官兵衛か官兵衛か」って言われるんですよ。なるほど。その時私イエス勘兵衛って言ってしまいました。なんとかクリニックみたいに。申し訳ございません。優しい勘兵衛さん、いつまでも優しくいてください。どうもありがとう。ありがとうございました。清正さん、武骨なところが一緒だなと思っておりました。テンプレやないかい。熊本城ではもちろん何度もお会いしておりますが、結構いろんな場を一緒にしておりまして、知らない人も多いんじゃないかと思いますが、東大阪でご一緒したことがあります。チャンバラ、チャンバラ。まだあまり行われてなかった時のチャンバラ。それは私もちろんお師匠おもてなし甲冑隊として一人で行きまして、熊本城おもてなし武将隊としても一人で来られたんですけど、心細い中で清正さんがいるととても心強かったです。今もこちら来るたびにいつも頼っておりますし、これからも頼れる男でいてください。あ、よかった。どうもありがとう。ありがとうございました。続きまして、こちらもこの春でご出立が決まっておりまする名古屋の父上加藤清正公をお願い申し上げまする。改めまして広杉様、誠にありがとうございました。そらお疲れさん。拙者が4年前この体になりて、まだ魂が馴染んでおらんかった時に、誠にこの肥後の地にお呼びくださりまして、坂本、誠に宴の席にて女性様が拙者に声をかけてくださりまして、まだまだ誠に何も右も左もものとしての振る舞いもまだ馴染んでおらぬ時であったがゆえに、自分にあまり自信がなかったなという時だったんじゃけれども、その折に上杉様が誠に優しく受け止めてくださり申して、それからもたびたび矢文をくださったり、その人柄の柔らかさとまたその細やかな気配り、誠に水のごとし上杉様であらせられるなと、その背中を拙者は密かに追っており申した。誠にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。改め肥後のわし、いや肥後の清正公、誠に10年間この肥後の地を守ってくれてありがとうござった。それこそわしはお主がおってくれたからこそに、名古屋の地にて存分にお主に負けるかと密かに闘志を燃やし去りながら、ここまで共に走ることができた。お主がおったるがこそ共に天に帰れることを誇りに思う。そして我らが務めたる任、共に天にお返しすることを非常に誇りに光栄に思います。肥後の清正公、誠にありがとうござった。ありがとう。もう一人のわしすぐにわしも追うで、また酒を共に飲もうぞ。おう、一緒にこう上にいいぞ商店。よろしい。残る娘の前で最悪な父じゃの二人とも寂しい言うとるでおんに失礼をつかまつりましてござります。それでは続きましてお姉様、お願い申し上げまする。虎之助、勘兵衛殿、長い間お疲れ様にございました。あんたたち見てみや、こんなに大きい催しができて、こんなにたくさんの人が来とる。これもひとえに熊本城おもてなし武将隊、そしてお虎勘兵衛殿の尽力の賜物にございまする。誠にええ武将になりましたね。おとらと勘兵衛、豊臣家にとっては大事な2人でございまする。その2人が共に出立するのはとても寂しゅうございまするが、魂は不変でございまする。また笑顔でお会いできるその日まで、私が豊臣の母として妻として豊臣家と、そして八十姫と共に加藤家も守ってまいります。皆々も一緒に豊臣家支えてちょうよ、加藤家支えてちょうよ。ゆえに安心してご出立してくださいませ。長い間お疲れ様にございました。成田様、壇上で炭酸水飲まないでください。もうちょっと我慢してもろうてよいですか。まだあと4名いらっしゃいます。後ろからプシュって音がした、ね、涙も全部引っ込みます。こういう時は水じゃろうにし炭酸水なんて飲むんじゃんよ。続きまして明智光秀様、お願い申し上げまする。官兵衛殿、この会場におられる方々、そして全国の、いや全世界の官兵衛ファンの方々代表して一言だけ、愛しております。小林じゃない、これは小林じゃない。愛しております。ありがとうございました。ようやくつながりました。清正殿、来世では岐阜城を盛り上げたいの濃姫とつながれると願っております。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。また絞りが残りそうです。どっちの歯ですか。続きまして平の清盛様、お願い申し上げまする。美容師スタイル短めでお願いいたします。しかも行きつけみたいに。官兵衛たん、清盛とは親しみを持ってみんな官兵衛たんと呼んでおります。いや、本当にお疲れ様です。すごくいっぱい美味しいラーメン屋さんを教えてくれてありがとう。おかげで熊本の夜が楽しくなりました。私のこの地下は夜まで続くんだなと毎年のように思っておりました。いつも接待してくれて本当に優しい男で、どのぐらい優しいかというと、棟梁古書風書を分からなければわしを見てくださいっていつも言ってくれるんです。その優しさが大好きです。付き合ってください。すみません、わしはもう出立いたすゆえ美貌のものとなりますが、それでよければ。あ、承知いたしました。金曜日から今風に色も入れますか。はい、暗めでお願いいたします。好きです。付き合ってください。以下同文。振られたからこっち来たか。いや、本当に清正とは、長い付き合いで、おそらく東大阪にのぼちゃんと来た時かなんかに、声かけてくれて、最初に2人で飲んで、体をまとめるにはどうしたらいいですかみたいな話を聞いてくれて、一緒に語り合った記憶があるようなないような、すごく曖昧な感じなんですけども。いや、優しいですな。ねえ、なんかあったね。何商店街でしたっけ、あそこ。どこだったかな。いや、すごく長い商店街のお好み焼きとかなんか食べたんですよ。そんな清正さんも本当に今や熊本城おてなし武将隊しっかり仕切って、それだけじゃなくて全国の武将隊のリーダーになれるような風格を持ったことが本当に嬉しく思います。私すごく印象に残っている言葉が、この地下1回目かな、熊本城が笑っておるという、この言葉が今もすごくわしの心には残っています。本当に、素敵な武将で大好きです。お疲れ様でした。私も大好きです。ありがとう。お疲れ様でした。お二人とも。続きまして細川忠興様、お願い申し上げます。ちょっと残しとってください。止めばさみがありますから。かぶとで見にくいんじゃない。しかめるな。いや結構切れる音したんで。断髪式する。黒田官兵衛殿。あ、すいません。いえいえ、大丈夫です、大丈夫です。加藤清正殿、これまで誠にお疲れ様でございました。我々小倉城武将隊は、結成まだ5ヶ月ゆえ、皆様ほどの思い入れがないというのが初対面ですね。それはごもっともしょ。初めましてでこんなに髪の毛を切ったのは初めて。物近じゃ物近だ。ですが、先ほどのパフォーマンス、そして今ここにいる客人らの数を見て、これが全てだと、証明されているようで、小倉城武将隊にとって、この熊本城おもてなし武将隊の皆様が目標であり、追いかける夢になりました。誠にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。もし万が一この先またもののふに戻りたいなとそう思った時はいつでもわしに連絡してください。毛は割とあります。しつけましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。この令和の世の忠興殿はみんな髪質が綺麗なんじゃない。それでは最後に黒田長政様、お願い申し上げまする。控えめに行くな息子、がっつり乾杯。父上、わしは寂しいでございます。ゆえに今日は添い寝してもよろしいでしょうか。それは福岡のわしにお願いします。だいぶわしよりも身の丈がでかいからお主を包んでくれるじゃん。では福岡に帰って添い寝させていただきます。ご苦労様でした。いやいや、ただの犯罪だよ。それで清正殿、皆の心にはいつも清正殿が宿っております。本当に長い間ご苦労様でございました。ありがとうございました。ご協力いただきました全国の武将隊の皆様方、誠にありがとうございました。そしてもうお一方、ハサミを入れていただきたきお方がございまするので、壇上に呼ばせていただきまする。本日は愛知県名古屋市加藤清正公生誕の地、中村区より妙行寺からいらっしゃってくださりました安藤ご住職様、お願い申し上げまする。ようこそ。私のことをほとんどの方が知らないかと思います。こんな大勢の方が見えになるところでお話しするのもどうかなと思いますが、清正公官兵衛殿、この日を迎えられたこと本当に、寂しく思いながらも、その功績はすごく大きなものだったと思います。お二人とも本当にいい男で、私の一番の推しでございましたが、安姫が出てきたからはもう申し訳ないんですけど、本能が明確にしとるね。これちょっとつかみ OK ですね。本当にいつもワクワク、笑顔いっぱいで勇気をいただきまして、そして名古屋の妙行寺清松の生誕の地をこの日本、また今では世界の方に教えて伝えてくださいました。人は二度死にます。この体がなくなった時、そしてもう一度は人の記憶から消えた時、お二人の姿、ここにお見えになる方、私もそうですが、その記憶は消えず我々の中にずっと生きてまいります。そしてこの熊本を復興に、これからも皆さんと共にお二人の熱き思いを長きにわたり伝えていきたいなと思います。本当にご苦労様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんの旅の断髪式、最後はお互いに留めばさみを入れていただきまして、断髪式を終えさせていただきまする。それでは黒田様から父上のまげを落としてくださいませ。はい、分かった。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては父上が官兵衛様のお髪に留めばさみ入れていただきとうございます。うん、あ、よかった。男女 あれ持ってこい。あれをお願いいたします。いや、だから言うたんです。断髪式、わしは曲げじゃないと曲げじゃないと言うたんですよ。ということは、本日は父上はご剃髪前に亡くなっておられまするので、断髪とさせていただきまして、眉毛を落とさせていただきましたが、本日黒田官兵衛様はご剃髪ご出家なされまして、上水様となって天に帰られまする。これちょっと長すぎるんでザクザクいきますぞ。官兵衛様ファンに刺されるかもしれない。あ、まあ死ぬんじゃけどね、もう言い方もうわしは死ぬんじゃけど、でちょっと夜道でやめてね、そういうの。これちゃんと官兵衛様に了承得てますゆえにさよちっちゃい声で「めっちゃ角刈りじゃん」って言わないで。もうわしを亀有におるようなやつにするんじゃないの。これぐらいいったらバリカン入るんだよな。もう少しだけ今言っておきましょうか。もう少し、まあ、いきさつを話せば、わしは曲げがないということで、ではどうするって言われたから、あ、脱帽子でしょ。当初は五輪とご希望されましたが、ちょっとそれはということで少し長めに残させていただき、これは2から4ミリまで落とさせていただきまする。どうでしょうか。あ、じゃあ、読んでそこを無視が決める。いや、そこの流れ知らんかったから初めて知ったんじゃないか。父上は歴代家臣の髪を2ブロックにしてきた男でござります。お願い申し上げまする。ちょっとわし前かがんでかい。ちょっと首かゆくなるやつじゃん、これ。充電ない。充電しとけ。充電ない。替えのバリカンはないですか。ない。あ、いや、大丈夫。皆様お付き合いいただきまして申し訳ございません。見たかったらお近くでご覧ください。おお、志摩様、ご提発される黒田様へ一言。いやー、いい形の頭じゃ。だんだん形が見えてきたの。いいですか皆さん、これが黒田節です。おお、いやー、もう清正殿の曲げ取った時はジーンとね、シーンとした雰囲気なのに、もう今すごいみんな笑っちゃうもん。物理的にジーンって音がしとるので大丈夫。これあと3分の1です。本当に申し訳ござらん、お客人の皆様。いやいや、まだしみじみやりたかったんでございます。私はしっかりお見送りしたかったんですが、父上がちょっと嫌だということで。志保様やりたいんですか？一番長いお仲間として一狩りだけ。いや本当に武将対一不器用だからね、志保様。大丈夫だよ、大丈夫、中央突破すればいいんじゃろ。おお面白い、髪の毛がよけていくこれ。あ、志保さん良いとこで父上に戻していただいて良いですか？ちょ行き過ぎちゃってるのでもう。本日断髪式を行うということをお決めになるまでに、並々ならぬ思いでご出立へと向かっておられたお二方にございまする、天に帰られるまで新しいお姿になられたお二人もしっかりその目でお見守りくださりませ。新しい姿になったその目で見届けてください。何そんなにみんな受け入れられない。ちと受け入れがたいよな。黒田様、長かったことはあってもこんなに短かったことはござりませんので。これじゃったら曲げ残しとくんじゃったな。もののふの力初めてですよ、こんな地味なステージ。10周年記念だっつって。あ、はい、素晴らしいございます。男女だんだんタメ口はやめろ。あそこそこまだ足らん足りません。はい、ありがとうございました。皆様元の場所にお戻りいただきましてありがとうございます。それでは皆様方、改めまして父上と黒田様、拍手をお送りくださりませ。何の拍手。それではここで安藤ご住職よりお二人へ花束を贈呈させていただきまする。それではまずは官兵衛様の方へお願い申し上げまする。ありがとうございます。幸せでございます。改めまして断髪式にご協力いただきました武将の皆様方、そして安藤ご住職、ありがとうございました。今一度大きな拍手でお見送りくださりませ。それではこれにて断髪式を終えさせていただきまする。皆様方両側からご退陣お願い申し上げまする。それでは新しいお姿となられまして、最後に皆様方へ思いを伝えていただきまして、フィナーレを締めていただきたいと存じまする。黒田様からお願い申し上げまする。本当に10年間、私を支えてくださり誠にありがとうございました。最後に父上、お願い申し上げまする。うん、はい、分かった。今日も熊本城が笑っておる。先ほども言わせてもろうたが、後の世のためこの後は皆々で熊本城を支えていただきたい。10年半長い間皆々と出会えてよかった。ありがとう。これにてお二人を送るフィナーレを姉妹とさせていただきまする。ちょっと待った。はい、清正君、なんで手伝い取れんだこんなこと。せっかく住職が来てくれたのにこれで終わりなのか。住職いかがでしょうか。ちょっと待ってよ。そういうノリだったっけな。あまり拡散しないようにしてくださいね。清正公が生まれた地からわざわざ来てくれたんですよ。神兵衛様、最後やりましょう。誰？主は頭で人を判断するのかい。申し訳ございません。住職、最後あれでしょう。やりますか。いっちゃう？いっちゃいましょうよ。交渉文章。最高に感動しておる。ありがとうみんな。よいか、熊本城でと言うたら会おうとご唱和くだされ。では参ろう、熊本城で会おう。エルちゃん、最後は我ららしく勝ち時にて締めて参ろうかのう。勝ち時をお願いいたす。はい、分かった。この勝ち時をもって閉幕といたす。皆様方、力強く拳を握れ。そして目に焼き付けよう。それでは勝ち時を行ってまいる。細川殿、まあ、明日からわしの時代だとか言わないの？ここで茶化す？加藤家の次は細川家って決まってるんじゃから。言いたいけどここは勝ち時にて2人を見送りたい。では皆様方、拳の準備よろしいか。始めてまいる。熊本城で会おうもののふの力2023、成功を祝し勝ち時じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。エルちゃん、終わってしまいましたよ。すごい、終わっちゃいましたよ。いやー、2人やめちゃうんですね。いやーまさか坊主びっくりだったね。感動しちゃった。ああ、足痛い、腰痛い。明日休みたい。でも疲れたって感じがするけど、いや疲れてるんだけど、それに見合う価値はあったんじゃないかと。充実はしてないねえ。ぜひ円盤が出ることを。円盤出てほしいけどな。いや出てほしいね。何が出たいって一日目の無視情が。あれですか。俺も見たい。誰か開けて。楽しみにしとこう誰か。はい、帰ってきました。熊本城で会おう。もののふの力2023 2日目終わりました。すっごい感動する終わりでした。よかったですね。なんで今一人かって？キリトさんが疲れて先に帰っちゃったんだよ。帰り横寝てましたからね。そして今回購入したのがですね、こちらの熊本城おもてなし武将隊10周年記念と書いてあるこちらですね。実はこれ、1日目に買いましたもののふの力って書いてあるやつの裏返しだったんですね。それに今日気づいたので逆にしてみました。それとですね、昨日買ったやつだと、あとは忍城の悪いせんべい、名前忘れちゃった、代官様こちらをみたいな感じで、悪いお金を商人が渡す袖の下ですね、あれのせんべいを買いました。で昨日はあと伊達武将隊オリジナルのマスクです。これも買いました。で今日はですね、どうしようかなと。1日目に欲しいやつは買ってたんで、2日目ねーって思ってもう一回忍城の方に行きまして、こちらの旅を買いました。こういうトンボ柄ですね。これなんか意味があるらしいんですけど全然忘れました。あとは戦国姫隊のところでこういうポーチを買いました。最後の方で購入したのでこんなサイン入りで買いました。タイミングが良かった。まあほんと疲れて、ところどころで疲れたって言ってると思うんですけど、本当にうろちょろしたんですね。武将隊の人が見たいがために追いかけていきました。1日目にできなかったことを2日目にやろうと思いまして、市場ののぼう様とツーショットで写真を撮ることに成功しました。あと、まだできて5ヶ月目の小倉城武将隊の人たちともですね、写真撮ってもらったりしたんですけど、結構面白い人たちでしたよ。なんか噂じゃ、大河ドラマに出てたっていう人が小倉城武将隊にいらっしゃるそうです。何にしても今回2日間本当に楽しかったです。またあれば行きたいなと思います。もうキリトは帰っちゃったので今日は本当俺一人ですね。ということでぜひぜひ円盤が出るように祈りまして、俺にかかってこい。